じゃあ行きましょうか。準々決勝、相手は木野川高校、練習試合で勝った相手。あ、いけるやん、これじゃあ。いけるぞ、いける。うん、よし。ここはまあ山内でもいいんですけど、3年生の岡崎にしとこうかな。うん、一度勝った相手とか恐るに足らん。さあ関根校長だから、まあ関根でいきましょう。岡崎どうしよう。岡崎じゃあ3番に置いてやるか今回。打順的には山内をもうちょい上に置いといてあげるか、ここは。よし。これでいきたいと思います。あ、ちょっと待てよ。まあ、これでもいいんだけど。ね、まあ、どっちでもいいか。鈴木2番に置いてあるか。これでいきます。でも木野川って弱いとこではなかったような気がする。うん、まあ準々決勝だからな、油断せずにやるけどな、もちろん。ビービンビービン、うわ、総合戦力 C だって。ああ、まあまあここら辺か。え、よく勝ったなここ前回。あ、2アウト走者なし。おお、高橋1番でもまあいいんですけどね。まあまあ一度勝った相手だ。オッケー、抜ける。いやー、マジか、くっそ。これ接戦になるかもしんない。てかおそらくなるでしょ。やばいやばい、危ねー。え、あ、取った、1点、ナイス。よしよしよし、1点取った。しかもここもチャンス、ワンアウト1、2で、もうさっさと取りまくりたいですねここは。流し打ちが6出てるな。流し打ちでいいや。オッケーオッケーオッケー、入れ、惜しい。まあだけど1点は取れるな。ナイスナイスナイス、しかもツーベース。いやー、さあ初回に大量得点あるぞ。しかし2点止まりで、うわー、もう2点取られてる。アップで何やってんだよ。くそー、ちょっと先発がな、やや立ち上がりっていうか、ランナー背負うと打たれるちょっとことあるな、普通に多いんだよな。頼む、ここ鈴木。ミートには定評がある鈴木。オッケー。あー、でもしんどいた。ツーアウトか。ここ岡崎に頼みましょう。転がせか。いきます。転がせか、6出ている。いける。よし、転がしてはないけど、よくやった。いいぞ。さあ、再びリード。早くピッチャー変わりたいね、ここ。やばい、これピンチか。うわ、ノーアウト1、3塁、まずい。これ、まずいね。ただ、揺さぶるはでかい。もう、ここまでだな、このピッチャー。くっそー、スタミナ上げる必要はない。とりあえず、投手能力かな、ここ。やばいね、守備上げてもいいぐらいだな。ノーアウトでしょ、やべえな。いや、ここ一回前進で様子見するか。くっそ、頼むぞ関根。あ、オッケー、内野フライでしょ。よしよしよし、いいでしょ。ただこいつは勝ち運はついてるから、うん、投げてるだけで運が身についてくれる。オッケーオッケー、ショートフライ。さあいいよ、ここはまあ、うん、うん、普通でいいわ、定位置で。よしよしよし、乗り切ってくれ。5回2失点で十分だ、お前は。やばい、フェアになんな。うわー、もうミスったよ、もう。うぜー、ふざけんね、お前、打ってくんじゃねえよ。ここだけ抑えてくれ、でもここだけ抑えて。 OK、 危ねえ。まだ同点だし、相手の方がヒット打ってんのか、これ。くそくそ、しかしここはチャンス。ノーアウト一塁、代打出しましょう。ピッチャーの場面だし、ちょうどいい。ここは河野でいきます。河野だった。まあどっちでもいいが、打て。
究極の思考が。さあ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 、代打をするためだけにね育てられた、うん、バッティングマシンが来たな。転がせでやれ、コーナー、よし、ナイス。いいよ。中継、川野、いいバッティングを見せました。あ、これでノーアウト1、2塁、そして天才、今日も2安打打ってる。こいつはマジで天才だな。流し打ちでいきましょう。オッケー、落ちそう、落ちる落ちる、いいよ、しナイス、ノーアウト満塁きた。今日の試合も3安打。本物だ、こいつの実力は。間違いない、犠牲フライで OK、 犠牲フライどころか、これはこれは入った、ホームラン、満塁ホームラン、なんということだ、恐ろしい、こんな男は見たことがありません。甲子園は小宮山高校のためやるのか。よっしゃ、いや、でかすぎる、この満塁ホームランは。よし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 、一気に点差ついたな。さあ、安心してリリーフに任せられるな。ここはまあ池原でいきましょう。まあまあいいよ、うん、1点ぐらいだったらしょうがない。ああ、これ取って、うわ、嘘でしょ、取れない、また満塁か、まずいぞ、まずいまずいまずい、お前緊急登板丸だろうがよ、緊急崩壊させんな。今の取れねえのか、これゲッツーいけるだろ、おし、ナイス。いやー、きつい、今のゲッツー取れねえのは。一応 D 以上あるんですよ、すべての数値。なんでこんなつながるの、相手の打線、マジやばいやばい、追いつかれるって、マジか、やばい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 、嘘嘘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 、やめろよもう、いや勘弁してほしいわ、相手おかしい、嘘、あぶね、ナイス、やぶね、あぶね、あぶね、ちょ、次の回も持つか心配になってきた。またピンチだ、しかもノーアウト、おい、どうすんだよこれ、155キロの剛腕がこう簡単に打たれちゃおかしいだろこれ。それ守備上げましょう、ここ、あ、なんとかしてくれ、まずワンアウト取っていこう、これまずワンアウト、危ねえ、オッケー、ナイス、まずは1人アウト取っていく。嘘、もう疲れてんの、勘弁しろよ、もう伝令ないんだけど、スタミナ D で33球で疲れるってどんなあれなんだよ、マジやばいよこれ、ちょっと待って、やばいやばい、こんな早く疲れるもんなのか、やばい、もうピッチャー1人しかいなくなっちゃった、頼む大沢、ここしのいでくれ、とりま、あ、一応こいつも150キロ以上のピッチャーではあるけど、ちょっと早いか、早かったかも、出番が、嘘、なんでパーボール、いや、なんでなんでなんで、ゲッツー取りやすくしたのか、そうだよな、そうだと言ってくれ、タウン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 、いや取れないか、やばい、取って、うわー、マジか、追いつかれたし、何やってんだよ、いや、とりあえずここサード踏んで、サード早くファースト投げてアウト、ゲッツー、くっそ、マジか、うわ、しかも3安打打ってるやつ来た、まずいまずいまずい、いや嘘でしょ、ああよかった、いやーでも同点に追いつかれちゃったし、しかも大沢は変えられないっていう、ここ自動ワンアウトみたいなもんだ、いやでもこいつ打率5割だから打てるかな、打ってくれたらクソでかい、 OK、 あ、打ってくれた、よし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 、ノーアウト一塁、渡辺、こいつは打たせましょう、バントする理由がない、
めちゃくちゃ撃ってるし。いけるぞいけるぞ。おお、来たー。おっしゃー天才だわこいつマジで。最高だ最高だよ。さああと1回抑えればいいぞこれ。ワンアウト走者なし。あ、まだ攻撃続いてる。しかもいいぞ、マジでいいぞ。流し打ち、もう1点取ろう。これもう1点取りたい。ファールか。いや、よくぞ来てくれたうちに。ああ、セーフセーフセーフ。くっそ。俺高橋のさ、なんか使ったっけ、急成長か才能開花。使ってないかも。まあいいや、もう下手なことせずにここは大沢に抑えてもらいましょう。頼むぞ、抑えてくれ。あと3人 OK。 まずはサードゴロ。さあ、あと2人。さあ、ツーストライク。いいよし、ここもサードゴロ。大丈夫だ、これや。ナイス。あー、あと1人。この場合、勝ち投手、こいつにつくんかな。大沢に。取れねえか、ファール。だが、これで追い込んだぞ。いやー、もう。小坂氏ヒット打ちやがってお前。ただもう大丈夫だ、あと一人抑えれば俺たちの勝ちだ。慌てることはない、いけるぞ。もう牽制しなくてよくね。もう目の前のバッターと勝負すればいい。え、嘘、疲れた。うわ、マジ、やめてやめて。あ、手間取られないけど。うわ、どうしよう、これやばい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 。どうしよう、どうしよう、やばい、疲れた。27球で疲れるとか勘弁しろよお前。いや、もう伝令ねえよこれ。いや、どうしよう、あと1人なんだけど、あと1人。もうどうしようどうしよう、どうする、これ、どうする。敬遠しようって意味がなくない。どうしようどうしようどうしよう、どうすればいいこれ。9回の裏、しかもこれホームラン打たれたらサヨナラやん。いや、どうしよう、ピッチャー交代。いや、一応いるけどね、1年生やぞ、無理やろこいつじゃ。鈴木にするか、一応いるんですけど。うん、どうしよう、大沢を信じる。いやー、どうしよう、内角中心で頼む。いや、いけない、いけるかなこれ、言ってくれ、無理かなこれ、頼む王様、信じる。 OK、 入ってる入ってる、ストライク入れてくれ、とりあえず入れて入れて。ああ、うわ、取って、ああ、マジかよお前、嘘だろ。地獄やんこれ。いや、まだ終わっちゃいねえ。でもチャンスかよ、決めてくれ、お願いだ、もう早く。 OK、 ホームランいった、やった危ねえ。まずは1点取っていく。よし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 。いや、延長いけば伝令使えるから励ます。大丈夫だ、まだ大丈夫。ああ、まだチャンス続いてる。しかもツーアウト一塁。大沢かよここで。栗原ダイソー出さなくていいかなここはこいつ打たせるっていう大沢。おっ、え、てか普通にヒットじゃねえこれ。うわ、惜しい。うわ、落とした1点返ってこい。無理か。さあ、
きすぎる。頼む、もう一安打くれ、もう一安打頼む、お願いだ。よっしゃ来た、よっしゃ。さあ再び2点差、神すぎる。よし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 、いけるぞこれ、勝てるぞ、勝てる。もう1安打打て、そしたら3点差になる。抜ける、あー無理か、うっそ。よしよしよし、でも いけるぞ。いや、これで励ますが使えるから、ものすごく励ますありますから。よし、やはり締めは大沢じゃねえとな。あ、これでスタミナギが一気に B になっていく。もう先発ピッチャー並みのスタミナを手に入れた。もうこれで勝ったわ。 OK、 まずは一人アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3年生、いいぞ。あ、これで大復活を遂げた大沢。打たれてんじゃねえよお前。あ、え、何してんの、危ねえな。相手6番か、うわ打ってるんだよな。ヒット数だと相手の方が上回ってんだよな、実は言うと。やばいかもこれ。ちょっと待って、ワンアウト1、2で、おい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 。あ、でもここ5打数無安打のやつ来た。とりあえずストライク入れようか。ここ1球入れといて、ちょっとやめてってマジで。いやー、どうしよう。ここ直球中心の方が良さそう。頼む。 OK、 あと1人、あと1人来たぞ。粕山来たわ。お前で終わりや、お前じゃ俺は倒せねえ。よし、あ、よかった。危ねえ、心臓止まるかと思ったわ、ほんまに。なんちゅう試合してんだよ。これ変な能力ついたかもしんない。こっち満塁ホームラン打ってんやぞ。てかホームランは全部こっち打ってんだよな。ソロホームラン、ツーラン、満塁と。大丈夫そうですね。オッケーオッケー。関根がな、心配だな。